さあ、桜大戦もいよいよ大詰め。第10話、サタンもアヤメも倒して、アヤメもサタンも倒して、なんか世界中にこの聖魔城のエネルギーを撒き散らして恐怖の雨をみたいなことを言ってましたが、何言ってましたがね。もうそうなるともう誰にも何もできんよな。なんか後部とかに特殊な力があって、チャクラエクステンションとかブレンパード的なことができれば壁を作ってね、漁師の壁を作って防げたりするかもしれんか。ほう、いざとなれば突っ込むまでよってやつか。このミカサを領主砲にぶつけるんだろう。俺にはまだ武器はある。最後の切り札がな、切り札がな。まさか、ずいぶん溜めたな。脱出せよ長官。脱出だ、脱出だ。わしに軍人としてのいい死に場所をくれたな。なんかいろんなそのロボット感謝する。ロボットのなんかアニメとかの影響が残ってる気がするな。最後戦艦で突っ込むっていうのはなんかよくあるよな。ロボットアニメとかでよくあるよな。リーンホースジュニアとか。トップを狙え、ガンマスターも最後エクセリオンで艦長は突っ込んだような気がする。なでしこも突っ込んだような気がする。ただしそれはなでしこ一番艦だったような気もする。いや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 、ボロボロでしょそれ。なぜ沈む聖魔城が国家プロジェクトが、国家予算が。あらら、たらり、冷や汗たらり。俺たちは勝ったのか。勝ったってことでいいでしょう。勝ったんだ、帰ろう。たった二人だけになってしまった帝撃に帰ろう。まだなんかあるサタンが死んでね。おお、ちょっと熱いんだよな。エアコンの電源切ります。我は罪、我は闇、永久なる不滅の王にして古の蛇、全能なる父に背いた原始の反逆、我の名はサタン。サタンの元の名前ってなんだっけ。ルシフェルとかなんだっけ。かつて第九天使長として神に最も近い。誰のナレーションなんですかね。ルシフェル。彼はその絶大なる力を持って父なる神に反逆、激しい戦いの末に敗れ去った。こういうお話ってなんかよく聞くよね。ルシフェルを天界より追放、何度もオマージュされてるお話です。でもそれ一番初めに桜大戦で俺は知ったわ。なんかバスタードとかもそんな感じの話だけどね。そしてルシフェルは神の永遠の敵対者となる。サタンという名前に変えてね。サタンの誕生である。つまりサタンっていうのはもともとは天使だったというそういうことです。
その落とされた第一級天使が落とされたものによって恨みを。しかしその悪魔とか天使とかそういう存在と、それバニーの頂上じゃないですか。この世界を始まりの闇に戻す。天よなく。あ、エッフェル塔か。今日こそが大いなる暗黒の始まりの日。東京一国の話では。日本一国の話では。まあ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 いいや。あまり寝れてないことの言葉を今言ったような気がするけど、まあまあいいわ。俺たちは絶対諦めない。俺たちっていうか俺とさくらくんだけだけど、大神とさくらくんだけだけど、この二人しかいないけど。これはなんだろう、東京タワーじゃないかな。なんだろうね、なんかのタワーっぽいけど、エッフェル塔じゃないよな。なんだろうな、通天閣かな。いやー、津波って大きいよこれ。数万人規模の死者が出るやつ。来とる。絵が雑。これ何？ははは、あやめ。あやめが？あやめが？クラナドっぽい。あやめさん？いいえ。私は天使長。大天使ミカエル。ミカエルでした。大体なんか覚えてんのかな、もしかしてルシフェルとか。サタンがルシフェルっていうのはまあよくあれしてくれる話だけど。あやめがミカエルっていうことも今ふと思い出したぞ。なんか私もまた蘇る。ほほう、大天使ミカエル。ミカエルってさ、マイケル、それが転じてマイケルとかになるらしいぞ。マイケル、そしてマイケル中村。一時期日ハムのクローザーをしていたマイケル中村です。それと同じ前ミカエルだね。しかし自分は大切な仲間を失ってしまいました。正義を貫くのは大変なことです。時には多くの屍を乗り越え進まねばなりません。はいはい、罪で。しかしくじけぬ勇気が、そして何より、あ、人々を愛する結びつきが最後に勝利するのです。そんなもんすかね。ここで負けたら、どんな困難にあ、ここで負けたら全部が上の空に、水の泡に。人間の心の中に光があると。光る宇宙、光る空、アイリス、コーラン。この辺の人たちなんか省かれてないか。一文一文のところで一人一人キャラ紹介していけばいいかな。そして正義を示すのです。はい。あなたたちに大いなる父の祝福がありますように。は
はい、父とは。ん？ん？ん？ってな、何その？ふわっとした反応は。セーブしとくか。体の状況。うん、生き返ってない。さくらしかいない。愛の歌だからかなに。踊り舞い踊る選手たち。うろ覚え。おお、みんな行きましょう隊長。なんだよそのボケーっとした。もうこれお化けだろ半分。半分お化けだろこの人が。桜大戦ってさ、下手したらこのそういう解釈できるような。あそこで大神は死んで、それ以降は大神の見てる夢みたいな。こんな生き返り方あるか。そして生き返ってみんななんかそれまでの流れを知ってるっていう。ヤッターマンじゃねえ。ヤッターマンじゃねえ。みんな飛んでる。アリス忘れてるぞ。あ、最後桜かと思ったら。一人ふざけてるやつがいたな。一人ふざけてるやつが最後に残ったぞ今。テレテテレ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 テテレテレテテレテレテ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 テ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 。そう思いませんか。古いけどいい演出。こんなんだったなってな、うろ覚えではあるんだけどさ、こんなにかっこ悪かったっけかな。こんなにダサかったかな。そうですサタン。あなたの闇に対抗しうる唯一の力、信頼と愛。人間の心の光。人間の心の光、大いなる天の父の力です。そうか。帰りましょう、サタン。大いなる父の身元へ。黙れ。黙らっしゃい。まあ確かにね、パワーをもらった人たちと本物ではな。天使隊の場所あるは、それはここです。おう、見ていてくださいね大神さん。あ、はい。あ、はい。はい。ふおー、もうやだ。めんどくせえ。大概めんどくさいぞ。この今のあの削られ、この減りっぷり見ると、 HP の減りっぷり見ると、大概めんどくさいぞ。必殺技全部ぶつける。四方高層くんだったかな。敵に動きがなさすぎるな。
最後のボスバトルってこの RPG とかでよくあるけど、なかなか描きにくいだろうなっていつも思うわ。まあ、今回のこのサタンに関してはなんか弱点っていうワンポイントがここにあってそこだけ狙うみたいな感じになってます。一番うまい、そのなんだろうな、ここ行けるのじゃないわ。一番うまい最後のボスバトルの描き方って何なんだろうね。歴代のそのいろんなゲームのボスバトルの中でもこの多分桜大戦のボスバトルは割とね、低い位置に行くと思う。個人的にやっぱりこれは審議の必要なレベルだと思うわ。それはやっぱりこのこれだね、この動きのなさよね。あまりに動きのなさがちょっとネック。ここに行くまではね最高なんだよ。ここに行くまでのだんだん仲間が減っていったりみたいなね、最後復活してうおーってなるのもまあ多少筋は通ってなくてもまあいいかなって思うんだよ。涙ちょうだいってほどではないにしろね。でも最後のこのサタンのこのギャグっぷりはちょっといただけない。聞かんとか言いながら聞いとんだもんな。聞いとるんですよ、サタンさん。合体。大神の合体攻撃ってさ、まあ、いや、とりあえず桜君をかばっとこう。ここじゃ合体できないよな。やっぱ横じゃダメだ。横マスじゃないと。さ、合体攻撃です。おお、なんか来た。そんなのやったか、そういえば。押し戻される系だったっけ。ありがとうございます。見ていてくださいね、大神さん。さくらの足の速さ、ここにいてよかったな。当たるぞ。長いバトルだな。お。わりかし食らっとるぞ。ため入りつ強いんだよ。これもしょうがないな。コーランは捨てていく。捨ておく。ボスバトル、ママトトっていうアリスソフトのゲームのあのボスはなんかすごいボス感があったな。頑張って、大神さん。まああんまり RPG これまで生きてくる中でした。まずい、なんか今ボートやっちゃった。あー、失敗した。あれ、押し流し攻撃はどこに行った。ありがとうございます。あれ、体調は押し流し攻撃はどこに行った。結果として正解だったのか。
30。まあいいや、通常で。通常防御。これで100ぐらい。ふと思ったのが169。これで今情報を押すとどうなんだろうな。相談とか情報とか情報じゃない、相談が。しかしスミレもピンチだな。あんたがヒント出してくれるんかい。必殺神崎風神流。アカシックバスター。いや硬いな。ほんまに硬いな。お、角が折れた。あともう一立ち。ためても意味ないかな。呼ばないで。死んじゃう。ああ、マリア死ぬ。やめて、本当にやめて。ああ。ウッドがよかった、必殺。すいません。ボロボロだな。大概ボロボロだな。30。通常。逃げる。必殺残してよかったな、スミレの必殺。ちょっと失念してた。あともう一立ち、ない。ためとく。いやー、結構やっぱ厳しいね。ラスボスバトルともなると。みんなボロボロだ。やめてくれ。仲間がいっぱい。まあコマ倒しても別にうまみないから全部無視するけどね。うわー、カンナも死ぬか。大将のために。ボロボロだみんな。もうまた決まれ。あと一発。この程度では負けませんわ。これで決まるか。これで決めよう。なかった。戦いにもラストバトルにもまだ終わらん。防御回復だったな。大神さんが頼りです。最後は大神さんの一発で。いけたんじゃないですかね。今だ。よかった。だいぶ危なかったな。今こそみんなの力を。いやー。
まあまあまあ